干渉から悟りを得るまで。わしは金剛経を読んでいるとき、干渉が起こった。干渉によってわしの自我は消え去った。そして静寂と安心が起こった。もはや守るべき自我がないことにより、緊張と不安が消えたためじゃった。そして、知恵が湧いた。自我が消えたゆえに、自我の歪みを受けることのない、平等承知が起こったのじゃ。わしはその知恵に問うた。ここでは言葉を使う必要上わしという主語を使うが、その時の心にわしはなかったと覚えておくのじゃ。この境地が最後のものであるのか。すると自然に知恵が湧き起こり、答えが湧いて出た。この境地が最後のものではない、未だ安心と静寂を認識するものが残っている、と。そこでわしはさらに認識するものを観察し、それが実体がなく、空であると感じた。自我が消えてしまえば認識を破壊するのは容易であった。空であると感じていると、認識するものが消えた。そして、認識するものがなくなると、言葉やイメージで表せるものがすべて消え去った。そこにおいてはもはや見るものも、見られるものも、見るということもなかった。言葉もイメージも、記憶さえもなかった。すべてがなかった。そして無でさえもなかった。今、何年も経ってからでさえ語るべき言葉のないものじゃった。わしはそこですべての技を捨てた。空であるという感も捨てた。そこではなすべきことはなく、なす己がなく、なすという行為さえなかった。わしは再び問うた。本当はもうわしはないんじゃよ、わかっとるね。この境地が最後であるかと。知恵が答えた。この境地が最後である。なぜならもはやなすべきことも、なすべきものもおらず、なすこともないのだから。と、知恵が答えた。そこには知恵があった。平等承知、大円境地、妙観察知などの知恵がすべてあった。無意にして座り続けるわしの前に、一切の神秘が開かれた。わしは世の一切が平等であり、空間さえも一つの同じ意識を共有しているのを感じることができた。わしは死の意識を知り、死がもはやないことを知った。死は意識の消滅ではなく、変化に過ぎないことを知った。わしは経典の言葉が理解できるようになった。お釈迦様が何を言わんとしていたのか、わかるようになったのじゃ。世界はすべて一つの意識でできており、それは唯一なるがゆえに、一つと数えることさえないものであった。わしは長らく座っていたようじゃ。永遠の安らぎである涅槃がそこにはあったのじゃ。わしは菩薩の誓いを思い出した。悟りを得たら、再び地上に帰って人々を導くという菩薩の誓願が、わしを押しとどめた。わしは情を解き、ここに帰ってきた。自我はなくなっていた。人と話をするために擬似的自我を作り出したのじゃ。